どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、これハニーさんを登場していただいてるんですけど、はい、今急遽思いついたんですけどね、はい、皆さんいつもガズのね、このウクレレについてこれなんだか知ってますか？これガズレレも名は、たびたびね、お伝えさせていただいてるんですけど、水引きというものでございまして、これ縁起がいいもので、なんていうのか、お祝いの頃、なんかね、のし袋みたいなところの上にこう飾ったりとかするものなんですけど、これをですね、ガズレレではここに挟むと可愛いよということですごく推奨してるんですけど、この水引きなんとですね、私の両親がもうオールハンドメイド一本ずつこう作り出しております。私のね、生まれ育った町、長野県飯田市っていうところは、この水引きがですね、もうめちゃくちゃ有名なこう産地でございまして、私の両親も、もう僕がもう子供の頃からずっとその家でね、もう内職っていうか、もう内職っていうのがもう趣味というか生きがいみたいになってるんですよね。うちの両親ももう、ね、お父様も80歳でもう超えましたんでね、まあ、それでまあ作って、このご注文をね、皆さんにいただいて、あ、そうだ、これご注文できます。ここにリンク貼っておきますし、概要欄のところにもね、この水引き買える、URL を貼っておくんで、見ていただきたいんですけど、この皆さんに結構ご注文いただいております。本当ありがとうございます。これつけるだけで、ね、本当ポップに変わるからね。可愛いんだよね。そうで、今日ね、たまたま、荷物が、入荷しました。そう、うちの両親が、ね、一生懸命こう手作ったやつが、たまに1ヶ月に1回とか2ヶ月に一遍こう、郵送でね、宅急便で送ってくれるんですけど、 それをね、せっかく来たんで紹介しようと思って今日この動画を撮ってるんですけど、じゃーん、こんな感じでですね、この段ボールでこんな感じで来るんですよ。で、どんな風に来るかちょっとね、これなかなかね、見る機会ないなと思って、ね、見てください。こんな風に、一つのカラーに対して、10個とか20個ぐらいのね、同じやつで、作ってくれるんですよ。そうそう。まあ、10個だね。10個か。そうそう。なかなか貴重よ、これは。それでね、だから人気がある色はもうあっという間になくなっちゃったりとかするんですけど、ね、この色の配色はどうやって決めてるかというと、うちの両親が、まあ、ある程度適当に決めてるっていうか、そう、だから毎回違う、ちょっとね、ざっと今、色を見ると、ここにね、これマジックで書いてあるぞ。これうちの母親のね、字なんですけど、この使ってる水引きの色をこう書いているわけなんですけど、これね、発送するときは、ハニーさんがですね、このイメージを見て、ネーミングをつけてるんですよね。そう、ちょっとね、いろいろ調べてね、そうそうそう、ちょっと可愛い名前にしようかなと思って、いろいろ調べてるんで。そうそうそう、まあ、色はね、こんな感じ、すごく今ね、発色がいいでしょ。そうなんだよ、すごい色。これも地中海っぽいやつ、地中海っぽいけど、こう、なんていうのかな、歌舞伎っぽいとも言えるし、いろいろちょっとまあ見せていただきたいんですけど、いろんな色がこんな風に、両親が作ってた。こんな感じの元気なピンクだったり、あとはこれとかもね、これいいね、本当、そうそう、緑なんだけどちょっとね、渋かったりとかするんですよね、なんかお気に入りのね、色、私緑が好きだとか、そんなとこから選んでいただいてもいいしね。文字がね、母親の文字、そう、オレンジのね、このね、パキッとした感じとか、そうで、ご自身のウクレレの、皆さん持ってるウクレレのね、この部分がさ、黒っぽいのか白っぽいのかで、そのコントラストが結構あるんで、そのカスタムにね、もう本当で、これはですね、ちょっとまあまあ皆さんご存知だと思うんですけど、これね、ここに挟み込んでるだけなんです。いいですか、ちょっと見ててください。ほら、こうやってスッと取れるわけ。だからこれ本当お手軽なカスタムでございまして、で、まあ今ね、到着したばっかのこの水引きがあるんで、ここに入れてみますよ。あ、そうだ、もう一回さっきのやつを見ておこう。このイメージ覚えておいてください。このイメージね、はい、これ今までガズがつけてるやつです。今じゃあちょっとふさっと変えますよ。そしてここにスッとこう差し込むだけでね。はい、全然イメージが変わるね。かわいい。なんか全然感じが違うでしょ。はい。こうやってちょっとこう、まあ、プチカスタムですね。そうすると、なんていうのかな、例えばこれがなくなった時に、なんか、すんごい寂しいんだよね。なんかなというか、これが入ると賑やかになって、これやっぱめでたいものですから、なんかこう元気になっちゃうかな、みたいなのもあって。で、あとね、これがね、そう。大事ね。うん。ハニーさんからちょっと説明してください。で、これ今、もともとつけてたやつなんですけど。なんですけど、まあ、これね、ストラップ。はい。で、私が作ってる。そうそう。これもガズレで販売してますからね。ハニーさんの手作りハンドメイドストラップです。なんですけど、このストラップと、やっぱ水引きをね、ちょっとこう、コーディネートすると、本当にさらに自分だけの、そうだね。コーディネート。可愛くなっちゃうから、そうそう。これもね、一見ピンクかなと思いきや、ここにね、ブルーがやっぱり差し込んであるんで、そうするとね、このね、こう、セットが可愛くなるんですよね。そう。で、だから洋服がこういうふうに地味でもね、そうそう。こう、なんていうのかな、差し色で。入るんだよね。そうそうそう。で、やっぱりね、ほんと自分だけの一本という感じになると思うんですよね。ここで、例えばいっぱいウクレレがね、お友達とかお仲間のウクレレとか並んでたもん、パッとこの水引きが、あ、これ私のだってすぐ分かる目印にもなるということでね。はい、そしてやっぱり、なんといってもですね、あ、そうだ、これを皆さんにご覧いただく、
皆さんご注文いただいたらこんなような形で皆様のお手元に、パッケージして届けられます。はい、ここよく見てもらいたいんですけど、はい、ちゃんと書いてありますよ。ガズの両親特製って書いてあります。はい、であとね、ガズレレのステッカーも1枚ずつこう、封入されてますんで、これね今ねおすすめとしては、車をお持ちの方、オートバイとか自転車でもいいと思うんですけど、車だとですね、このリアウィンドウにこのステッカーを貼るのがもういけてるぜみたいな話で結構盛り上がってるところなんで、このステッカーもご活用いただきたいんですけども、はい、はい、先ほども言いましたけど、はい、概要欄のところにこの水引きの URL とか貼っときますんで、ぜひぜひ皆さんプチカスタムちょっと、しかもね私の両親が作ってることで、もう80歳のおじいちゃんと79歳のおばあちゃまが、本当みんなありがとうって、うちのせがれのねウクレレ楽しんでくれてありがとうっていう気持ちもここに入ってますんでね、うん、本当自分のねウクレレもこうなんか可愛くワンポイントでカスタムして、ね、おめかしして ね、 可愛かったね、はい、これからちょっと春めいてくるんでね、この色もねこう気分に季節によって変えていくとかもいいかもしれません、うんうん、はい、そんなことで今日ねふと急遽思いついてこの動画をまあアップロードしてるわけですけど、すごいですよねこういうので届いて、ね、本当なんだかんだね僕もね YouTube と言って YouTube とかいろいろこうインターネットでねオンラインイベントとかやってるんですけど、うん、結局はですねやっぱ人の手でね生まれるもの、音楽もそうだし、うん、まあ、こういうものももう機械は全然入ってなくて本当に手で一本ずつ作ってるっていうものをこうね混ぜ込んでね、うん、皆さんのこのミュージックライフが、さらに豊かになるんじゃないかなというふうに思います、うん、はい、でまあこのさっきも言ったんですけどこうストラップとかもねハニーさんのハンドメイドになってますんでね、うん、なんか、まあ、なかなか大量にはできないんですけど、そうね、もしよかったらチェックの方よろしくお願いします、うん、ということで、やっぱね日常生活の中にこうウクレレとかねこうちょっと自分で音楽を奏でる時間があるっていうのもすごいポップにパッと変わりますんで、さらにこのウクレレをポップにする、こんな風にぜひご活用ください、それでは今日はご覧くださいましてどうもありがとうございました。またね、さよなら、バイバーイ、はい。